はいどうもこんにちは、な々緒です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います、えー。今日の題材は2017年度の慶応大学医学部の大問1の中の小問の問題です。えー、それではやっていきたいと思います。x1 小なり x2 小なり小なり xn を満たす n 個の実数 xi に対して fx をこのように置きます。シグマの i コール1から n までの x-xi の絶対値の相和ということですね。 で、区間 xi-1 と xi における f の同関数 f'x を求めようと。えー、とこれその一次関数の形の、まあ、絶対値を取ったものの線形係数になっているわけですけど、えー、まあ3つぐらいでね、えー、グラフを書いたことがあると思うんですけど折れ線のグラフになりますね。でそれぞれはその直線で結ばれたものになってるわけです。でまあ n 項の代小関係がこうある えー、xi というものの点で、まあ、折れている線分線分ですね、えー、直線の関数になっているわけですけどその xi とナ i 1と xi のところの区間における直線の同関数 f'x を求めようということですね。傾きはこれ、えー、と計算できれば、まあ、直線なんでねその傾きがその f'x になるわけです。 まあその f はえっとシグマの形書いてありますけどねこれえっとしっかりとまあこういうふうに書いてあげた方が分かりやすいと思うんでえっと1からこういうふうに順番にこういうの書き直していきましょう。でえっと x の i-1 のところとそれから xi のところだけもちょっと書き出してそれから最後ですね x-xn と。 こんなな形になってますで、えっと、ここですねここまでとそれからここからではその中身のその絶対値の中身の符号が違います。というのは、えっと、今 x はこの範囲にあるわけですね。XI-1 と xi の間の区間だからここの区間間の区間にある点を2に1つ取り出してるわけです。 そうすると x x i というのは xi の方が大きいので負になります。で xi よりも xn の方がどんどん大きくなっていくわけですよね。そうすると xi よりも大きいところでは全て負になるということがわかります。一方 x i 1よりも小さい x1 とか x2 とかそういう点では x x i 1 以下のところでは全部プラスになるってことが分かりますね。したがって、えー、この中身ですね、X-XI のところの中身は、えー、絶対値の中は正だっていうことが分かります。でこっち側が、えー、絶対値の中身ですね。この中は負だっていうことが分かります。したがって絶対値を外すときは、 えっとアイとアイマイナス1のこここで分かれるってことですね。ここで分かれて、えー、そのままこの前半は x マイナス x1 たす x マイナス x2 というふうに絶対値はそのまま外れます。で、えー、xi のところから全部マイナスがつくわけです。だから x マイナス xi。 マイナス点点点のマイナス x マイナス xn という形になるということですね。で、えっとこれをまとめていきましょう。えー、x が i マイナス1個あるので、i マイナス1倍の x マイナスえー、っと x1 から x の i マイナス1まで。で、後半はマイナスの数が、えー、全部で I, i 番目から n 番目のところが全部なわけですねだから n からえー、っといくつ減らすかっていうと i マイナス1個は減らせばいいわけですでそれの x ですねでマイナスマイナスとマイナスでプラスなので xi からは全部プラスになりますこうですねで、えー、x の係数を計算しましょうまあ i マイナス1 とそれから引くことの n ラ i 1ですねこれ倍の x ということになりますそれからス x 1から xi-1 までの和とそれから xi から xn までの和ということになりますまあでも微分したらねこの後ろの方は定数なのでここの部分は全部0ですよね この部分は定数なので、えー、微分したら0になってしまいますしたがって、えー、ここだけが残るということですねこの前半のところだけが残るということになりますがマイナス1と、えー、えっと i と 2i ですねここ計算すると、えー、2 i イナ i n す2になりますか、ね、でこれが、えー、と同関数になるということです。f'x はつまり 2i−n+2 ということになります。これ答えですね。 はい、えー、っと続きがあって x1 から xn がデータとしてこれ1なんですけどこれ続きで2として x1 から xn までが n 個のデータとしてとして、えー、中央値 m で f は最小値になることを示せという問題があります。中央値 M ですね はえっ、ー、ちもちち fm で f は最小になるこういう問題が、えー、と引き続きありましたでこれはえっ偶期にちょっと分けて考えていきましょう、えー、まず f'x が 2i-n-2 ということで もしこれ、えー、と i が、えー、2分の n たす2というふうになって、うん、n たす2が偶数のときには2で割れて、まあ、n が偶数のとき1番目ですね n イコール 2k 偶数のときこの時は、えー、ときは結局これが えと2分の 2k+2 すってなってこれちゃんと、えー、k+1 プラスって出てきますよね。だから i=k+1 プラスつまり、えー、と x が、えー、x の k と k+1 プラスの間にあるときにはちょうどその f'x は0になるわけです。 行動的に0になるのでで K と K+1 すの間に中央値がありますよね。だから、えっと、そこの点で、えー、M は最小になるとで。しかもグラフはこんな感じになります。こういう感じでそのもちろんそのここはいずっと一定ではないんですけれども xk と xk+1 プラスの間ではずっと定数関数。で中央値は m ここになります。 真ん中で,す、ね、でえっ、ー、とそれよりも大きいところでは F'x はプラスになるので、えー、単調増加になりますもちろんその x の n のところによってその段階的に、えー、と傾きが変わっていきますけどでも増加でこちらが減少ということには変わりないわけですねだから、えー、ここが最初値になるとまあ最初値を取る値は x が全部ここで一定値を取るので 最小値を与えるる x はたくさん無数にあるわけです。ここ全体がそうなんですけど、えー、でも最小値は m で最小値を取ることは変わりないわけですね。したがって m は2分の xk と xk+1 たす1の値ですけれどもそれが中央値になって、えー、中央値の時に最小値を取るってことがわかります。はいじゃあ2番ですね。えー、n 2k-1 まあ奇数のときですね。で、このときは、えー、っと、x1 から x の k-1 ですねの k-1 個の元と、それから xk と xk プラス1からプラスから xn までのここまでも同じ k-1 個弦があって真ん中のちょうどえ値が xk に与えるものがちょうどえと中央の値になってこれが中央値になりますつまりこの xk イコール m になるっていうことですねでこの m のところで最初値を取るってことを示すわけですけどえっと2 i ス えっと n プラス2が負、かつ2括弧 i プラス1マイナス n マイナスプラス2が正になるところは、えー、i として2分の n から2分の n プラス2の間ですから、えー、i イコール2分の n プラス1のときですね。つまりこれが臭い、えー、は中央値になるってことがわかります。 で、えー、っと当然その1、えー、点だけで中央値のこの1点だけで最小値になるってことで、えー、この x k よりも小さいところでは減少 x k よりも大きいところでは増加することになるので、えー、中央値 m で F は最小ということが言えるというわけです。 はい、ええー、カッコにはね、その問題には出してなかったですけど、まあ、とりあえず微分をして導関数 f ダッシュ求めるというところまでを問題に、えー、出しました。はい、参考になれば幸いです。以上慶応の医学部2017でした。